振興のためにもね、ちょっと改めてまた、大井川鉄道を乗りに来てね、そのあたりもね、改めてできたらなと思いますということで、いやーで、こっちはあれだから普通にテンション超えたんだ、こっちはな、ムラスまで行くやつとかもあるんだ、9分、おきつゆきか、おきつゆき浜松に、まあもう浜松の方持ってた方がいいか、浜松まで戻るか、どうしようかな、あさっきの満喫行くっていう手もあるんですけど、まあちょっと浜松まで出ましょうか。よし、だから結果的に全然だからあんまりタイムロスしてないところが全然タイムロスしてないんだ。あのなんだかあのタクシーも遠近分離してくれて、要は代行のタクシーなんで各駅にね止まって見てくんですけど、途中のところから遠近分離にしてもらって、私 の, その乗ってたそのタクシーだけ先に金谷に直行するような形でね、設定までしてくれて、いやいや、それでタクシー乗って、現地の君さんに運転手さん、しかもあの2台体制でね、乗り換えて、送ってもらってたっていうような形でしたから。いやいやいや、これはね、本当に、なんと言ったらいいんだろうな。私的には、あの、多分、史上壮絶に乗り得な、思いをさせてもらったんですけど、さすがになんか、申し訳ないなという気持ちもありますので、このね、ご恩はね、もう絶対にね、YouTube のご恩は YouTube で返すぞってことでね、これまたちょっと大井川鉄道ね、特集組むような形とかね、名称案内とかもね、やったりしてね、さっきのね、ところもね、ちょっとじっくりとまた見てみたりとかしてね、やっていけたらなと思っております。とりあえず、浜松まで出れるのかな。うん、浜松まで出たらそこからまた、豊橋まではね、すぐ行きますからね、まあ、すぐって言っても新幹線一駅分あるんですけどね、まあとりあえずそんな感じですね、いやーびっくりだ、やってきましたのは、また途中駅でね、磐田で降りましたよ、磐田市ね、そう、まあまあ本数はあんまり変わらんかね、ということで、まあ6号で途中寄って、金谷でね、行って、トラブルありのかありので、まで吹き矢越えて磐田までやってきました、ね、何でも磐田駅で降りとるんやってね、ちょっと階段階というのもありますけど、まあ夕飯をそろそろね食べる時間だなというのもあるし、まあせっかくだったらね、岩田をね見ていこうかなというのと、あとねこれ一つね完全に、誤算だったのが、あのねこちら見て何がある、ここは名所あるんだ、見つけ天神、東東海の国分寺跡、なんてなんだこれ、距離だよね、700m、旧見つけ学校岩田文庫、建造する
日本最古の木造洋風講師という、教育習慣として使用していますよと。あとは熊のあるじゃねえ、これあこれで湯屋読めるか、湯屋の長藤 5.9 届いたら初で30分やもんな、1時間以上かかるな、国指定天然記念富士があるらしい、でね、なんでまた岩田で降りたかっていうと、まあまあまあ一回ちょっとやってみたいな、岩田市って結局来たのかないなっていうのもあるんですけどね、まあやっぱりほらさっき清水さんざん回ってね、清水いい町やなって言いながらね映してたじゃないですか。で岩田スルーしていったらね、いろいろ問題あるんじゃないかということでね、岩田って言ったらやっぱジュビロですからね。ジュビロっていうとね、当然サッカーもんですけど、言うて私ね、ラグビーも好きなんでね、そうそうそう、ジュビロやっぱジュビロですよね、そうそうそう、生スタジアムも確かこっちでしたね、岩田にあるはずですもんね。でもこっちだとヤマハになってきますよね。そうですよね、まあでも誰か行こう。岩田ってやっぱ青いですよね。同じ静岡でもここまで変わるかっていうくらい変わりますよね。で早速出てきてね、あそうでも誤算の話ね、誤算だったのはさっきね6号に戻ろうかなどうしようかなって言ってましたけど、まあでもさすがに浜松とか行ったらあるやろね、さすがにねカフェの一つあってね、ちょっと、休憩なりできるやろと思ったらですね、あるにはあるんです。で、岩田とかこの辺りは思ったより菊川とかはねないみたいなんですけど、まあまあでもあっちまでね、行けば あるよってね、浜松とかだったらあるよっていうことだったんですよね。ただね浜松の駅前の、快活クラブがねマッサージルームがないと、マッサージチェアはないと、フラットと、普通の椅子しかないってことなんでね、これはまずいと。このね、凝り固まった体をねほぐすにはね、やはりマッサージチェアはいるぞということでですね、これはもうしゃあないと、諦めようということでですね、これはでっかいですね、一気に岩田さん出てますね。どっちから出たらいいんだろうな、これメインは北口なのかな、こっちかな、岩田感出てますね。そうでいうことで浜松でメカフェ作戦、途中休憩作戦もねできやんぞということなんで、ああしまったなということでね、あとはですねなんやかんやとねお金を使ってきたんで、現金のね残高が思ったり財布の中思った以上に減ってますんで、そのあたりもねちょっとどっかへ下ろせたらなと思いながら、とりあえず岩田市やったら何かしらあるだろうと思ってね降りてきてみたわけでございます。とりあえずファミマもあるし下ろせることはないな。えらい風が出てきましたけどね、なぜかゆるキャン、ゆるキャン、そうかゆるキャン、ここか岩田か、で、いろいろこういうのやってるんですね、で、あ、そっか、こっちになってくると演説なんですね、バス案内所、はいはいはい、ていうか、市街地のはずなんだけどな、あれ、お湯がある、え、でも福井ってことはこっちじゃないな、ああ、もう風強い。それな、必ず。そう。こっちかな、攻めるなら。浜松まで、バスも出てるんだ。岩田浜松は、まあ、だいぶもう、近いっちゃ近いですけど、そこまででも近くないからな。まだこっからもう一、
足伸ばさないといけませんからね。あと浜松ちょっと広いですからね。やっぱ山派なんですね、岩田は。風はもう本当強いんですよ。風は半端なく強いですからね。もうね、信号機見たら分かりますよね。信号機がこのね、グラ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 してるぐらいに風強いですからね。やけど、居酒が多いみたいで、サブクメシを食うような場所があんまなさそうだな。これはちょっと想定外かな。多分それビル風もあるのか。あ、やばいな。あ、これはやばい。うお、もうあれですよ、吹き飛ばされそう。これ何もなかったらどうしよう。いや、実際これ何もなさそうなんだよな。あ、一応 U のマークが出てるけどな。疾病の住む町岩田。疾病って何ですか。一応湯もあるらしいけど、左折抜きやつか。歩くには無理やな。歩くにはきついな。うん、岩田7通橋、うん、深夜2時までやってるらしいんでいいですけどね。あ、飯じゃねえな。あれ、岩田の駅前思った以上にあんまないね。